それでスネークバイトを使ってイゴームってやつとの戦いはどうにか勝てたってわけだ。なるほどね。なんだかあんたらしいわ。剣の優先度が5も上の相手に勝ったなんて。そうかな。でも結構あの時は緊張したけどな。涼しい顔して切っちゃったんじゃないの？そんなことないぜ。修剣学院に行けるかどうかがかかってたから必死だよ。現実世界に連絡を取るためにも決して負けるわけにはいかなかったんだ。なるほどね。やっぱりキリトの武勇伝は面白いわ。そうかな。うん、だからもっと聞きたいな。ねえ、他の戦いではどんな相手と戦ったの？そうだな、修剣学院で初等練士だった時、俺は貴族と戦って、俺寝ちゃってたのか。まあすっきりした。リーズ起きちゃったのね。なんでこんなにも至近距離でリズに顔を覗き込まれてるんだ。顔がめちゃくちゃ近いような気がするんですが。ごめんなんだかキリトの寝顔見るの久しぶりで、ついついじっと見ちゃったのよ。そうなのか。それとあとはちょっと寂しくなっちゃったの。寂しい？うん、あんたの武勇伝をいろいろと聞いてるとね、なんだか私が知らないうちにキリトはいろんなことを経験して前よりも大人になった気がしたから。そうかな。別に俺は大人になったっていう自覚はないよ。確かにこの世界で過ごした年月を数えるとリズより年上にはなっちゃったけどさ。確かにあんたは大人びたわ。顔つきだって変わったし。でも寝顔だけは変わってない。幼さが残ってて可愛くて、少し前まで私が見てたキリトと変わらない。だからね、つい安心してじっと見ちゃったの。そうなのか。今は安心したか？ええ、もう大丈夫。そうだ、セルフイメージの回復チェックしないとね。ああ。それじゃ私とキリトの一番初めの思い出を振り返りましょう。覚えてる？初めて会った時、あんたが私の最高傑作を折っちゃったこと。覚えてます。うん、よろしい。その後私たちが強い剣を作るために一緒に冒険に行ったのは？もちろん覚えてるよ。よし、あの時あんたが私のことを守りながら竜の巣に真っ逆さまに落ちちゃったことも。ああ、覚えてる。そう、あのねキリト、実はちょっと聞きたいことがあったの。聞きたいこと？なんだ？あの時どんな気持ちだったか思い出せる？あの時の気持ち？高いところから落ちて一緒に死んじゃうかもしれないのに、あんたは私の下敷きになってくれた。普通だったらそんな風に命がけで出会ったばかりの誰かを守るなんてできないって思うから。ねえ、あの時私のことどう思ってたの？俺はあの世界でもう誰にも死んでほしくなかったんだ。だからああやって関わって一緒に冒険に行ったリズを死なせるぐらいなら俺が死んだ方がマシだって思ったよ。そう、やっぱり変わってないわね。え？穴に落っこちて二人で話している時、あんたはさっきと同じようなことを言ってくれた。その時にね、キリトの心の温かさに驚いたの。私、キリトがそう言ってくれて嬉しかったわ。俺だってリズが生きててくれてよかったよ。あの頃の俺は誰かとパーティー組むのに抵抗があったんだ。もう誰かが死ぬのが見たくなかったからさ。でも一緒に落っこちたリズは生きててくれた。リズが生きているのを見て本当にホッとしたんだ。やっぱりあんたは私のヒーローだわ。
いつだって自分より誰かのことを大切にしちゃうの。あの時に私、あんたならあの世界を攻略できるって確信した。実際その通りになったしね。あんたはみんなのために世界に変化をもたらした。俺だけの力じゃない。みんなと力を合わせなきゃ百層攻略は無理だったよ。それでもキリトじゃなきゃあの世界を終わらせられなかったわ。でもだからこそちょっと心配なところもあるんだけどね。だって SAO でもどこの世界でも気づけば何でも一人で背負って無茶をしちゃうんだもの。そうやっていつも世界に変化をもたらすけど、見てる方は気が気じゃなかったりするのよ。そうやっていつも俺の無茶に気づいてくれるのがリスだったよな。まあ当然でしょ。大切な仲間なんだから。ああ、俺はリズやみんなに助けられてばかりだよ。これからも世界を変えるためにリズたちには協力してもらうことになると思う。なんだかんだでこうしていつもみんなを巻き込んじゃうんだよな。今さら何言ってるの。私は精一杯協力させてもらうわ。この世界でもあんたにとことん付き合うわよ。リズ、ありがとう。でもたまにはお礼の代わりに私のわがままを聞いてもらうけどね。わがまま？え？ちなみにそれは家事素材とか豪華な防具とか？違うわよ、そんなんじゃない。じゃあ何なんだ？それはね、キリト、もうちょっとだけこのままあんたの顔を近くで見ていたいの。いいかしら？まあいいよ。けどわがままにしちゃずいぶん安すぎる気がするな。本当にいいのか？いいに決まってるじゃない。それじゃあ、あんたの可愛い寝顔堪能させてもらうわよ。